ルシーに戻る。鳥を浄化していけば道は開く。そうだぞ。ああ、そうか。ってとこだな。まれびとの剣だ。予定と違うじゃないか。停止して近所の様子を構え、敵の居場所や君の姿勢を確認できます。
神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。なんだ。さあ使えるぞ。より社会はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは悪くない。タヌキ。力が湧いてくる。燃やしてやろうぜ。行くぞ。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてどんなもんだよ。近くに何かあるの？何？いわゆるパワースポットってやつだ。力を使え。見えないものをあぶり出すんだ。工事現場か。何か感じる。調べるぞ。鳥居があった。浄化する。ありがとう。礼はいい。来るぞ。
強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。影里へに向かうぞ。力が湧いてくる。こいつを使えば敵を凍らせることもできるぜ。強くなれた。気が悪いな。今はどこでも気味が悪いぞ。気にするな。駅か。人もいないし電車も来ない。街が死んでる証拠だ。魂の転送を確認した。時間はかかるが霊になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。Thank you.
1時間が一番辛いな。悪かったね。再開発したって今の東京じゃいいねな。君たちの漆黒なんだ。魂は常に肉体により醜く歪められる。哀れな。もう誰も知る。たか。魂が肉体の身。もうだ。たか。無知を貶められる必要などない。よるべなき魂たちよ。肉体を捨てろ。私のもとに集え。先を急がなきゃ。ここは無理だな。俺が特急、うん、よし。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。
命が何個あっても足りないな。長居するな、死んじまうぞ。長くは持たない。